今日ですね、YouTube ライブ生放送なんですけど、ちょっとその前にテストの方ですね、行きます。時間ないんでね、急ぎます。昨日の雨、ちょっと水濁ってますけど、まあ、テストなんで問題なくいけると思います。今日あのテストするのがこちらですね、トイレックス、T レックス新作ルアーです。風強いです。ちょっとこの草からしてください。はい、気をつけて。ちょっとじゃあ離れます。ちょっと草刈るみたいなのちょっと離れます。風強くてね、バッティングできたり、あとは風ない時とかはスロー引きでオープニング左右にこうボディ揺らしながらのオープニングでアクションできる、両方できます。ライブラリー系のバッティングではスロー引きの時のこのテールが上がってのうね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 する感じね。こんな感じがこの T-Rex ですね。現場で調整するときですね、いつもこのミニトイボックスにちょっとこうパーツ入れたり、あとは現場であるといいっていうのが、まあ、ペンチとドライバーなんですけど、でこのドライバーめっちゃおすすめです。何がおすすめかっていうと、この大きさで電動なんですよ。手のひらサイズね。これめっちゃ便利です。これナチュラルの EZ6120、 これねドライバーで、ロックもこうちゃんとできます。これめっちゃおすすめ、電動。今日ちょっと YouTube ライブあるんで、この辺で浦安紹介どうしようかな。また飯です。どんだけ飯好きなんだって感じですけど、浦安、まあ、漁師町なんでいろんなこう、まあ、美味しいやつですね、海鮮丼的なやつはいっぱいあるんですけど、今回この新井さんから教えてもらったお店ですね、この浦安駅の下、高架下ですね、もうこれラブ郊外なんだけど、高架下を、東京方面行ったところですね。浦安そばといったらこちら手打ちそば、陳年さんですね。手打ちそば陳年さん、ここね、前に新井さん紹介してくれたんだけど、めっちゃ美味しいです。そば大好きなんで、そば大好きな自分でもこれいいなって思いました。浦安のそばここだなみたいな、まあそんな感じで、ちょっとこうね、夜やってるようなお店で、お酒とか飲みながらって感じなのかな。ちょっとお酒飲まないんであれなんですけど、でもそばだけ食べてもめっちゃ美味しかったです。そんな感じで今日の浦安飯屋紹介でした。